皆さんこんにちは。今回はこれまでにご紹介したスイーツデコレーションシリーズを使ったクッキーの作り方を踏まえて、オリジナルの型を使ったクッキーの作り方をご紹介したいと思います。今回はカッターナイフを使いますので、こういったカッティングマットをぜひご用意ください。まずはこのようにお好みの下絵を描きましょう。今回はお魚のイラストにしてみました。次はこのイラストをクリアファイルに写し取ります。油性のサインペンでイラストの輪郭線をなぞっていきましょう。なぞり終わったらハサミやカッターナイフで切り出します。直線部分はこのように定規を使うといいですね。カッターナイフを使うときは怪我をしないように注意しましょう。小さなお子様は大人の方と一緒に進めてくださいね。こんな感じで全てを切り出しましたら、はい、このように型が取れました。次にこちらの型を粘土の上に置いて型取りをしていきます。こちらは軽量粘土生地作りの達人にカラー粘土の達人クッキーを混ぜて色をつけたものです。そして厚みが均一になるように伸ばしてあります。この上に先ほど取った型を置いて切り出していきましょう。この時に普通のこういったカッターナイフを使ってしまうと、どうしても刃に粘土がくっついてしまいますので、こういったプラスチックのナイフやクラフトヘラをご用意するといいですね。そしてこちらに、こちらの離型剤、粘土剥がしの達人、こちらをうっすら塗っておくと、さらに粘土がくっつきにくくなります。はい、ではこちらの型取りをしていきます。さっき切り取ったこの輪郭線に合わせて切り出していきましょう。そしてね、切ってしまった部分の残った粘土もまた丸め直して他のクッキーを作ったりするのに使うことができますので、無駄のない使い方をしていってみてください。はい、こういった感じですね。これで型が取れました。では次にこちらに歯ブラシを使って質感をつけていきます。質感をつけながら形も整えていくといいですね。いろんな方向からこの歯ブラシでデコボコとした質感をつけていってあげましょう。そうすることで次に使う焼き色の達人の色ののりが良くなります。少し動きをつけてあげると面白いかもしれません。表面に全体的にザラザラした質感がついたら、こういったスポンジの上で乾燥させていきましょう。乾燥したら次につけるのは黄色の達人ですね。こちらで美味しそうな焼き色をつけていきます。最初はブラシで薄茶色、こちらを取ったら表面全体的につけていきます。うっすら色が伸びているので大丈夫です。このくらいです。次に真ん中の茶色を今度はチップ側に取りましょう。そして叩いたりこすりつけるようにして色をつけていきます。周りや縁の部分を濃い色に、中心に向かって薄い色という具合にグラデーションをつけていくといいですね。こちらのブラシでも縁など細かいところにも色をつけることができます。こんな感じでブラシで広げていくのもいいですね。そし
して一番右の焦げ茶色は少しずつつけていきましょう。あまりつけすぎると焦げてしまったような色になるので、少しずつつけてメリハリをつけていくと思ってください。こんな感じです。焼き色の達人がつけたのなら、次は艶消しニスですね。こちらで表面のコーティングをしていきます。どうしても焼き色の達人は粉っぽい部分が残ってしまうので、表面の保護の役割とその粉っぽさを定着させるためにこちらを塗っていきます。焼き色の達人をつけたところは全て塗っていくようにしましょう。こんな感じです。次は焼き色の達人を使って色をつけ、艶消しニスを塗って表面をコーティングしたこちらのクッキー、こちらにアイシングの達人やトッピングの達人でデコレーションをしていきます。お好みの色を使ってオリジナリティあふれる作品を作りましょう。事前にクリアファイルの上で練習するのもいいですね。ボトルを押すとノズルの先からソースが出てきます。ゆっくりと焦らずにやっていけば大丈夫です。途中失敗しちゃったなとか気泡が入ってしまったなっていう場合は爪楊枝で修正も可能ですのでね、焦らずやっていきましょう。ではトッピングしていきたいと思います。こちらまずお魚の口の部分、こちらにアイシングの達人ホワイトシュガーコートを使っていきます。まずは輪郭線を取ってこのように出していきます。そして中を埋めるときにはたっぷり出しながらノズルの先をくるくるくるっと動かしながら広げていきます。こんな感じです。はい、では次にトッピングの達人チョコレートソースを使って鱗の部分を描いていきます。少しノズルの先を浮かせるようにしてゆっくりと描いていきましょう。少しソースが出づらいときはボトルを振ってくださいね。はい、では白の尻尾のところですね。もちろん皆さんが作るときにはお好みでいろんな色を使って描いてみてくださいね。こんな感じです。では絵の部分ですね。こちらはあらかじめ樹脂粘土で作っておきましたので、それをこのチョコレートソースを接着剤代わりにしてつけていきたいと思います。感じですね。ではここでいろいろなタイプのお魚を紹介したいと思います。これはアイシングの達人を使ってクッキー全体にアイシングをしたものです。こんな風にねアイシングをした上にまたアイシングを重ねたりすることもできます。他にはこのように粘土が柔らかいうちに中をくり抜いて、その中にトッピングの達人つぶつぶいちごソースをかけたものです。鱗の模様は蜂蜜ソースで描いています。こんな風に世界に一つだけのハンドメイド作品、みんなも楽しみながら気軽に作ってみてくださいね。きっとハッピーな気分になれますよ。